高山さんは一時期会社の出向で栃木の那須に住んでいたことがある。もともとサイクリングが趣味の彼はロードバイクで会社に通っていたそうだ。ある晩、高山さんは残業で会社を出るのが遅くなった。借家は市街から離れており、ロードバイクでも 3,40 分はかかるのだという。人家もまばらな郊外は昼間に見晴らしが良いだけに、夜間は闇が深くなる。彼は自転車用のライトを頼りにひたすらに道路を駆け続けた。するとライトに浮かぶ前方の路面に何か黄色いものが映った。目を凝らすと、それは黄色いペンキで描かれた人の足跡だったという。足跡は高山さんの進行方向に規則正しくずっと続いていた。蛍光剤でも混ぜてあるのか、ライトに照らされたそれは妙に毒々しく見えた。標識じゃないよな。いたずらにしては随分と手が込んでいるようだけど。高崎さんは不思議に思いながらも、その足跡を追うように自転車を走らせた。数キロほどかけただろうか。ふと見ると一台の車が道路を遮るようにして斜めに止まっていた。近くまで行くと、車の持ち主とおぼしき男性が携帯電話を使っている。交通事故でも起こしたのかと思い、車体に目をやってぎょっとした。路肩に乗り上げた車体の下から人間の足が2本突き出ていた。上半身は完全に車の下に入り込んでいて、ピクリとも動かない。この人惹かれているのか。でも黄色い足跡が車の下敷きになった人物の足元で終わっていたのだという。まさか道路にいたずらをしていたやつがその後車に轢かれたとは考えにくかったのですけど、でも車の運転手に質問するわけにもいきませんし、しばらくして救急車が来たので僕は現場を離れたんです。だが翌朝、事故のあった道路を通って再び驚愕した。昨晩あれほどの長い距離に書かれていた足跡が一つも見つからなかった。試しに高台から遠望してみたが、やはり何の変哲もない道路が延々と続いているだけだったという。